ドラクエじゃなかったファイファンナインはさ、あ、買う。もうさっきから言うことすぐ忘れる。もう5個足しとこ。そう、ファイファンナインは、はい、抜けます。難易度がそんなに高くないから割と気を寄せずにプレイができてます。楽しい、純粋に楽しい。どっちっすか、まっすぐ行けばいい。さあどんな風に変わってるかな。まずさ、フライヤーが公園にいていいのかどうかを見たい。カブトムシ、カブトムシか、盗む。ジャンプ来た、もうジャンプするしかないっしょテント、テント800円か、すごいじゃん。てかジタン、あのさっきのまんまじゃないHP が。竜騎士だったか、フライヤーは。まあ槍といえば竜騎士だよね。今誰だった、やばくないこれジタンやばくない、あ、ですよねお金もったいなす槍。ああ、貯めたのにそれ。じゃあちょっと一匹ずつ行きますか。ペニオ。これヘルプ出しっぱだったら見えないね。さあ、ちょっと待って、無敵モードある。さあ私さあ、こうファイファンナインは難易度が緩いからとか言ってたのにさ、完全にフラグになってるんですけど。もうこれさ、フライヤージャンプしちゃっていいよ。もういっちゃいっちゃい、いってらっしゃい。カインを思い出しますね。他に竜騎士いたっけ。いやー、ありがとうございます。で、いきなりこうなんか、ん？なんだ？空族の沼、これもあれで見たんだっけ。え、こっちでいいの？なんか見覚えあると、え、敵出るの？見覚えあると思ったらここだった。じゃあこれで自由にお話を聞けるっていう初心者の館的な場所ですかね。竜技、これやってみよう。盗む、相変わらず盗んでこ、止めよう。わお、え、 MP を削った感じ？回復だったら、そこに目があるの？回復だったら緑色だもんね、マジ。キュイン？何も持ってない、1個だけだった。ウォーター。竜騎兵のいいところは、貯めたのに。なに、どうしたのどういうことなの。
白魔導士ないとこんなもんすか。あんちゃん本当に物知り、行き先教えてほしい。もっと聞くた。地図ちゃんと見ろ。はい、いろいろがあれか。うん、びっくりした。割と不安なんですけど、ちょっとあのここの敵さ、水使ってくるから、きついここ。ビビウォーターですぐ死んじゃう。ちょっとここ探索するのやめよう。よくこんな恐ろしいところにいるよね。ちょっとアイテム買いに戻ります。じゃあ行きますか。洞窟戻ってポーション99個買ってきました。うおー、なんかすげえことになっておる。息してない感じ。うわあ。関係ない関係ない、仲間ではない。すごいすごい。おっと、びっくりした。寝てる。あ、寝てるわけじゃない。俺はもうダメだ。はい、俺たちのベルを奪っていった。出るんだ。出ないのかもって。そう、なんかこううろちょろしながら何かしらを探そうとしてたよ。虫、でかい虫ですね。針、その針ってなんか石化しそう。すごい石化しそう。食べようかな。どうしよう。何ですかそれ。燃えてる？やけど？なんかやけどじゃない？あれ動いて大丈夫？ビビ違う、バーサクだバーサクってなんの？ノールっぽい。毒味の術覚えた。毒味の術を覚えたからエスカッションに変えてみた。持ったベルと扉のベリルが共鳴してる。え、一回こっきり。大変だね。切る、切る、殺すっていうこと。やだ怖、やだ。え、やつらじゃん。やつは何者？知らない。忘れてくれてもいいんだよ。え？あ、あの二人がいてるなわけじゃないのか。魔法同士か。ビビには辛いやろ。はめる。盗む。ジャンプ。今どっちにした？どっちにしたかな。とりあえず一匹ずつやろう。オフ。フェニオ、そっちか。一匹ずつね。フライヤー。あ、ジャンプ系のやつってさ、回復タイミングが難しいんだよね。はい。
ね、ジャンプって標的変えてくれるかな、死んでも。あ、ナイス。防御。殴る。痛い。ジャンプ。戦おう。なんかね、さっきからやたらビビ狙われるんですよね。これさ、防御するタイミング難しくない？あ、いつもね、防御が切れた時に攻撃されるんですけど。そういう仕様なんですか？ナイス。あ、ブリザードも行った。スケルトンのカード。凶暴なやつ。どっちが野蛮ですか？100回よくするんでしょう。うん、ちょっと我慢しよう。こんだけ持っといて我慢も何もないんですけど。ブリザード、これか。他にも何もないからいいか、これ。シンボルエンカウントもあるっていう。こりゃ長い旅になりそうですね。うん、何これ、アンデッドやん。エスカッションがアンデッドなんとかあったの。ビビス返しとこっか一応。サンダーじゃない、ファイヤーだっけ。あ、来た、トランス。じゃあ任せよう、下に。下じゃない、ギタン。ポーション使う。ポーションは使う。ファイヤーが効くんだよね、確か。裏技こっち行ってね。あ、2つ、2人じゃん。ボスの時は1体しかいなかったもんね。しかし倒される。ダイタルフレイム。おお、よく効くんじゃない。いいね。なんで服を脱ぎ捨ててしまったんだ。あ、見破る、やっと来た。はあ、うん、危ない。集中力と時間があればもうずっとやってたいな、このゲーム。さあ、見破るやっと覚えたんで。てか見破るって結局何だったのっていう話なんですけど、盗賊の極意って何だろう。ちょっと見てみよう。そう、盗賊の極意。あー、欲しいね、これ。いつ、結構上がるもんね。こんなに違うんだよ。ちなみにそのこれ何、引き出す。敵の持ってるアイテムが分かる。あ、そうなんだ。そうなんや。覚えよう、盗賊の極意。アンデッドキラーあるね。ちょっと待ってよ、アンデッドキラーをつけよう。あ、いけるか。いけるじゃん。よし、キル。見破る、テイ。おお、テントを持っている。フィ
任を持っている。すごい面白い。でも戦う、一発で死ぬのか。死ななかった。術覚えてないのはあれですけど、1減るのってどうなのかな。まあいいか、とりあえずは。これをつけーの、これをつけーの、アビリティもいじろう。3イーターにビリティも伸びる。3か。あ、盗賊の奥行ってつけなきゃいけないのか。追加庫。ギルも盗むかな。ギル盗むのって盗賊の奥。マインターをついでにつける感じで、追加効果発動かな。はい、いきましょう。ボベル違うよね、ハテナ。あそこか。大丈夫なのかな、あの子。ちょっと待って、ここに1個しかないもんね、今。まあいっか。物は試し。積むことはないでしょ、だって。あそこになんかある。あそこになんかあるっていうか、ベルですね。何こいつ、切る。痛い。止める。あー、混乱てか何をするんだ。ちょっと見てなかった、よそ見してた。強い。辛いですね。こうなるとやっぱさっきのモグのところもちゃんと探索しとけよかったのかな。また行けるかな、あそこ。ん？三角帽子良さそう。三角ですってよ。今何？追加効果発動。スロー。うわー、欲しいスロー。追加効果発動する覚えるまでは。ああ、ビビがどんどんど、あのあれが強くなっていく。 HP、 あなた、えっ、モグ
がこんな入っちゃったの？あらららら。うん。あらららら。フライヤーも助けてくれるんや。どうした？え？ああ！すごい力があれなの。わからないあれでした。宝箱発見。あ、ベルだ。これまた左右あるね。こっちは？出られない。じゃあ左行ってみようか。いいよね、左行ったって。絶対積むことないと思うから左でまたベルもらえるでしょ。